年収チャンネル。はい、年収チャンネル、上本です。ふうかです。はい、今回は引き続きですね、柳生さんに来ていただきました。よろしくお願いします。お願いします。柳生さん、今は転職されて別の会社にいらっしゃるんですか？そうですね。どこにいらっしゃるんですか？具体名は言えないんですけども、はいはいはい、資産運用会社、いわゆるアセットマネジメントっていう業界にいます。おお、なるほどですね。結構証券系からそっちに転職される方って多いですよね。そうですね、結構一定数いるイメージですね。セマネ会社の方に出ていただくの初めてなんですけど、はいはい、何をやってる会社なんですか？これよく聞かれるんですけど、アセマネも実はいろいろあって、はい、例えばプライベートエクイティとかっていうのもあれ実はアセマネなんですよね、はいはい、人のお金を預かって増やしてるっていうのではアセマネなんですけど、今回僕がお話しできるのは投資信託とかを運用している会社の話ですね。運用をメインでされてらっしゃる会社ってことでいいですか？そうですね。ほう、なんかまた難しそうなイメージを受けるんですけどどういう業務があるんですか？大きく分けて3つ、フロントと、まあ、ミドルとバックっていうのがあって、はい、まあ、バックは普通の会社のバックオフィスなんで変わらないですね、はいはい、総務とか人事とか、はいはいはい、まあ、財務経理とかっていうのがあります。フロントとミドルは結構ちょっと分け方が難しいんですけど、フロントの人たちは一番花形はやっぱりファンドマネージャー、はいはいはい、とかファンドマネージャーの人についてるアナリストとかストラテジストみたいな人たちがフロントでは有名なのと、それを売りに行かないといけないので営業の人たちとマーケティングの人たちっていうのがフロントと言われてます。でミドルの人たちはファンドってファンド投資信託なんですけど、決算とかを出さないといけないんですよね、はい、お金を預けてくれる人に対してあなたの預けたお金今こうなってますよって、はい、ちゃんと書面で出さないといけないので、そういうのの経理とか例えばディスクロージャーみたいなのがいろいろ開示するのがあるんですけど、はい、そういう業務とかはまあミドルみたいな。なるほどですね。ありますね。営業さんがいらっしゃるんですね。営業はいます。へー、アセットマネジメント会社って自分たちで売りに行くんですか？ B2B2C なんですよね。はいはいはい、B2B と B2B2C が実はあって、はいはいはい、例えば法人ってお金余ってるじゃないですか、はい、例えばわかんないですけどトヨタとか三菱商事とかって絶対に余剰なお金が発生してるはずなんですよね。それを預金にしておくともったいないですよね、うちが代わりに運用しますよっていう 2B 部隊がまずいます、はい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 、それとリテール側って呼ばれてる人たちなんですけど、今多分銀行とか証券に行くと投資信託って絶対売ってると思うんですよ ね。銀行とか証券会社にうちのファンドを勧めてくださいねっていう係 そのリテール側の人もいるんですよ。ああ、そうなんですね。人数でいうと営業の人は比較的多いですね。あ、そうなんですね、はい、勝手なイメージ、運用の人ばっかなんだと思ってました。会社によっても B 側に寄っちゃってる会社とかあるんですけど、はい、普通に就職とか転職で入る業界はリテール側もやってることが多いので、営業人数は一定数やっぱいますね。あ、そうなんですね。じゃあ柳生さんはその中で何をされてたんですか？僕はその営業のポジションですね。はい、じゃあ台場で、営業で成績を残して、はい、そこの営業に転職されたってことなんですね。そうですね。実際でも普通の証券会社の時の営業とはまた B2B で結構違うもんなんですか？はい、そうですね、証券会社のいわゆるリテールの営業は直接お客さんと話をするんですよね、はい、アセマネの営業の場合は個人のお客さんと直接話をすることはなくて、銀行の資産運用部門の方とか証券会社のリテール部門の方とかになるので、基本的に向こうもビジネスマンなんですよね。そういった意味では法人営業に近いですね。あ、そうなんですね。法人営業に近いってことはやりやすくなるんですか？そうですね、これ人によって違うと思うんですけど、リテールの時ってお客さんによってはめちゃくちゃ変な人いるんですよね金持ってるけど変な人ってことですね。とか年取っちゃってて話が通じないような人を何とかしなきゃいけなかったりとか、はい、あんまり知識がないから1から10まで全部説明しないといけないような人たちがいて、うん、結構大変なんですよね、はいはいはい、でも 2B の場合だと向こうも 4,50 代のあれと経験積んだ方々ばっかりなので、はいはい、話が早いっていうのはありますよね。証券会社みたいな詰めはあるんですか？ほとんどない。あ、やっぱそうなんですね。セマネ業界はかなりホワイトって言われてる業界で、ほいほい、一応金融ではあるので比較的ま数字には厳しいんですけど、文化としてはもう少し文化寄りというか、へえ、ゴリゴリ体育会系ではない感じ？ないですね、うんうんうん、そうなんです。年収って
どうなんでしょう、高いんですか年収は。これ結構日系と外資系で全然給与の体系が違って、はい、私外資系だったんですけど、はい、普通に20代で1000万ぐらいはいきます。へえ、それは何によって採用されますか。営業成績ですか。基本給が高い。え、基本給がそんな高いんですか。基本給が高いですね。え、すごっ。普通にベース4、800万はゴロゴロいますし、若手で、若手でそこから上がってはいくんですか。そこから緩やかに上がっていく感じで。あ、そういう感じなんですね、はい、じゃあ年次で比較的こう上がっていくっていうようなイメージ。そうですね、結構外資系の金融っていうと、はい、多分皆さん外銀想像されると思うんですよね、はい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 、で外銀やっぱめちゃくちゃ給料高い、数千万もらえるとかあると思うんですけど、日系が逆にクビにならないけど給料は安いみたいな、結構その中間に位置していることが多くて、はいはいはい、まったり高級の業界。新卒って入れるんですか。新卒は一部の会社で取ってることがあれですね。野村とか、ね、大和とか、日系で比較的人数が多いところは取ってますし、うん、外資系のプロフェッショナル集団みたいなところは中途で育ってきた人を取ってくるっていうことが多いですね。ですね、日系の大和とか野村とかの汗まね系は、はいはい、給与はいいんですか。悪くはないと思いますね。聞いたわけじゃないんですけど、はい、まあ、それでも30前後で1000万とかはいくんじゃないのかなと思いますね。じゃあ汗まね系っていう括りで見るとどこも割とゆるゆる高級っていうのが、まあ、キーワードになってくるかなっていう感じなんですね、はい、一部違う会社はあると思うんですけど、労働時間も比較的やっぱ短くて、はい、朝は早いんですよね。あ、そうなんですか。はい、あの金融 の, そのマーケットの話があるので、はいはいはい、あの朝は結構早いんですけど、普通に夜6時とか7時ぐらいに会社によっては全員もほぼいないとか。へえ、あります。すごいいいですね。すごいいいですねなんか悪い話はないんですか。転職するのが結構入りも出るも難しいんですよね。っていうのが、別例えばファンドマネージャーになるって言った時に、ファンドマネージャーが運用するのが10億だろうが100億だろうが別に一人でやれちゃうじゃないですか、はいはいはい、で日本の金融機関に営業に行くって言っても、日本の金融機関数限られてるじゃないですか。だから席が空かないと入れないんですよね。ああ、なるほど。だから会社によっては上の人が辞めてくんないと自分がそのポジションにずっと上がれないみたいな。はい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 、はい、日系と要外資の中間的なところが多いんで、首も外銀みたいにバスバスやらないんですよね、はいはいはい、比較的もうちょっと緩いんですよ。たまにあるっちゃあるってことですか。あるっちゃあります。だけどその部門ごとなくなりましたみたいなのは全然なくて、はいはいはい、ってなるとたまたまボスが40代だとしたら、ボスが50とかまでいることあるんですよね、はい、でもそんなに抜けないので、やっぱりずっとボスの下で10年間やらないといけないみたいなこともあるし、汗まねの知識って他の業界でめちゃくちゃ活かしにくいんですよね、はいはい、資産運用できますって言われても、え、そんな活かして何するのって話じゃない。まあ、確かに資産運用にしか行けないですよね。そう、だから事業会社の資産運用部門行くとか、自分でヘッジファンドやるとかなんですけど、はいはいはい、さらに営業とかになっちゃうと別に運用もできないじゃないですか、はいはいはい、できるのは営業だけっていうことになるんで、まったり高級の世界に慣れちゃった人は、もしそこの世界から外に出ないといけない時が結構辛い。なるほどですね。セカンドキャリア気づきにくいというか、結構気づきにくい、そういう業界なんですね。ですね、初めて知りました。なので、まあ、まったり高級でずっとそこで行く人にとっては結構多分天国だと思うんですよね、はいはいはい、給料も高いし労働環境もめちゃくちゃいいんですけど、どんどんステップアップして自分の力をつけていきたいっていう人にとっては結構難しい業界かなと思いますね。なるほどですね、分かりました。さっき証券会社だったら景気に左右されるみたいな話だったじゃないですか、はいはい、アセットマネジメントもよっぽど左右されるんじゃないかなって思うんです、はいはい、ここはどうなんですか。もろ左右されますね。ですよね、はい、ボーナスの額とか全然変わってくるので、いつ入ったかとかは結構重要になります。なるほどですね。なんでそのリスクは常に持っておかないといけないって感じですね。はい、今営業の話だったじゃないですか、はい、僕のイメージなんですけど、汗まね系のファンドマネージャーとかの、はい、あの運用部隊の給料はまた別格だっていう勝手なイメージを持ってるんですよ、はいはい、そうですね。サラリーマンで会社に雇われてる人たちなんで、ヘッジファンドの人たちみたいに 2,3 億ポポンってもらえるわけではないんですけど、はいはい、40で普通に 3,4 千万ぐらいは
行くんじゃないのかなと。やっぱ高いですね。高いですね。その人たちもゆるゆる系なんですか？その人たちもゆるゆる系に近いですね。はははは。っていうのが、彼らはもう彼らにしかできない仕事をやってるんですよね。成績を出せてれば誰も何も言わないし、はいはいはい、仮にじゃあ朝から晩までやっても成績が悪かったら2年イエローカードでさよならみたいな。あ、そうなんですね。まあクビになるリスクが高そうなのはでもそっちですよね。そうですね。そういう、ただその代わりに成果さえ出してればもうポンと跳ねる。そうですね。景気変動受けそうなのこっちですね。そうですね。でも会社自体が結構景気変動受けるんですよね、はい、なるほど。リテール側のお金のもらい方は証券会社って売り買いの手数料でもらってるんですけど、アセマネの場合はお客さんに預けてもらってる額の一定率なんですよ、はい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 。例えば 1% もらえるって契約をしてた時に100億最初もらうとするじゃないですか。そしたらその年収入1億なんですよね。はははは。でも頑張って自分らが200億に増やしたらお客さん追加で資金入れてくれてないのに僕らの収入2億になるんです。はいはいはい、なるほど。だからそれが景気悪くなって50億になっちゃうと誰も何もしてないのに給料半分になっちゃいましたみたいなことはあるので、比較的そうならないように運用する会社が多いんですけど、まあそうは言ってもやっぱり影響は受けちゃいますね。なるほどですね。分かりました。まあ汗まね系の方のお話を聞くことがなかなかないので非常に面白かったです。なんで新卒はそんなにいないかもしれませんが、それを目指してこうキャリアを築いてみるっていうのも一つの手かもしれないですね。そうですね、はい、分かりました。ぜひ参考にしてください。どうもありがとうございました。本気で好きじゃない人と付き合わない派ですか？知らねえよマジで。知らねえよ、なんでそういう、知らねえよ。照れてる。役員報酬7000万もあるのになんで貯金が2000万しか貯まってないんですか？7000万になったのは今年だからね。今期3期目だから、2期目3400万だから、うん、だからあんま貯まんないですよ。税引き後で半分ぐらいになるんで、うんうん。年収チャンネルでは年収ガイドブックを視聴者皆さんにプレゼントしています。随時更新中です。これはめちゃくちゃ役立つからね、見てね。金融系の話は難しくて苦手です。